地元のお客様とかも来ていただいて幸せな気分になっていただいて入っていただけるようなお店にしたいね。2人で頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。うまんち広場の時間です。今日のテーマはこちら。11月25日から12月1日は犯罪被害者週間です。さまざまな事件や事故の裏で犯罪被害に遭ったご本人やご家族の多くは人知れず悲しみや苦しみと戦っています。犯罪被害に遭うことは決して特別なことではありません。ごく普通の日常生活の中で私たちの身に突然襲いかかってくることもあります。事件や事故に巻き込まれてしまったご本人やそのご家族は直接的な被害を受けるだけでなく被害に遭ったそのショックから毎日の生活の中で様々な問題に悩まされることもあります。例えば心身の不調や生活上の問題、また事件後の二次被害や捜査や裁判に伴う負担といったように事件が解決したら終わりではなくその後も被害者の心の傷としてずっと苦しみが続きます。ここで沖縄被害者支援ユイセンターの池原さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまずユイセンターではどんな活動を行っているんですか？はい、当センターは事件や事故の被害に遭われた方やそのご家族の心のケアなど様々な問題の解決に向けた各種支援活動を行っています。相談者の状況に応じて警察や病院、裁判所に付き添うこともあるんですね。そうですね。当センターでは被害を受けられた方々が少しずつ元の生活へ近づけるよう県や関係機関と連携しながら活動しています。こちらの図のように県や市町村では主に生活全般に関する相談などを行い、警察は捜査の状況や検挙状況の連絡、再被害防止の取り組みなど、検察庁では刑事手続きに関する各種相談、法テラスおよび弁護士会では無料法律相談や弁護士費用などに関する援助制度の案内なども行います。またコロナ禍のどの窓口を訪れても相談者を孤立させることなくその方に必要な支援方法、必要な情報が提供できる連携体制を作っています。被害によって日常生活が一変してしまうこともありますので、どこへ相談したらいいのかわからないという方、お一人で悩まずにまずはユイセンターにお電話ください。犯罪被害者週間に関連して11月25日には犯罪被害者支援を考える県民の集いが開催されます。被害を受けられた方々が立ち直り地域で再び平穏に過ごせるようになるためには周囲の人々の理解と心からの支えが必要です。この機会に私たち一人一人にできることを考えてみませんか？続いて県からのお知らせです。台風第19号により福島県をはじめ各地で被害が多数発生しております。県では義援金のご協力を呼びかけております。皆様のご支援のほどよろしくお願いいたします。県立博物館美術館では琉球王国のグスクおよび関連遺産群の世界遺産登録20周年を記念して特別展を開催しています。詳しくはご覧のところまで。県立農業大学校では12月1日に第17回農大祭を開催します。詳しくはご覧のところまで。その他のお知らせはご覧の通りです。以上、県からのお知らせでした。ここで視聴者プレゼントのお知らせです。今月はこちらの商品を抽選でプレゼントいたします。ふるってご応募ください。ツイッタークイズの正解発表。犯罪被害に悩む方やその家族を支援する団体は沖縄被害者支援何センターでしょうか？正解は1番のユイでした。皆さんも県広報課のツイッターをフォローしてクイズに参加してくださいね。それではまた来週。